どうもスリカスイミングのスリカです。本日はクロールがもっと速くなる腕の回し方をご紹介していきます。撮影会に参加された方の映像をもとに解説をしていきます。9月のイベント、こちらの2つ開催いたします。まだ空きありますので、ぜひ興味のある方は概要欄からリンクをチェックしてみてください。では本日はこちらの方の映像をもとに解説をしていきます。今回は腕の使い方ですね、見ていきます。こちらが通常の速度になります。次でちょっとスローにして見ていきます。さあ、今回ご紹介するのもあるあるな腕の使い方になってますね。やっぱりこうやって使ってしまう方が多いで、理由としては水泳って肩甲骨をすごくよく使うスポーツなんですけど、水泳以外のスポーツで使うこともあるんでしょうけど、ほとんどの方はそんなに肩甲骨を動かす動作っていうのが日常にないので、肩甲骨の使い方がどうしてもよくわからないから、こういう腕の使い方になってしまう。結果がこれですね。この方も結構長く見てて、だいぶ良くなってきました。若干の違和感が皆さんもこう見ててあるんじゃないかなと思います。具体的にまではいかなくても、なんとなく選手とかの腕の使い方とはちょっと違うなみたいなのが感じられるかなと思いますが、どうでしょうか。この後私の映像を一旦見て、もう一度この方の映像を見ていきます。やっぱり難しいんですよね、肩甲骨を使いながら泳ぐって。で、大体の方はこう立った状態で、私がこうやって腕を使うんですよとか肩甲骨を使うんですよってそこでできたとしても、泳ぐってなるとできなくなっちゃうんですよ。いろんなことが頭にあるとか、体勢が変わるとかね、バランスが崩れやすくなるから、分かってるんだけど体が言うことを聞かないっていうことが本当に多いですね。では私の映像になります。さあ、腕の使い方何が違うか分かりますかね。今回肩甲骨ってさっきご紹介したんですけど、肩甲骨が使えないとこういうことが起こりますっていう場所がちょっとね変わってきます。影響が出てくる場所が変わります。で、原因はやっぱり肩甲骨にあるんですけど、肩甲骨から動いてないから、あるところが良くない動きをしてるっていうところですね。水泳独特の動きにはなりますね。別に肩甲骨周りが柔らかくないからなんかできないとかじゃなくて、動かしてないからできない。結局は柔らかい柔らかくないにはつながってきちゃうんですけど、動かしてればだんだん動くようになります。別になんかストレッチとか無理にする必要はない。とりあえず動かしてればよくはなってきます。そのうちストレッチは必要にはなってくるんですけど。ということで、今回言いたかったのは、私がもう何回も動画にしてますが、とにかく肘から引かないということですね。肘から引いてしまう理由が、結局は肩甲骨が硬くて、肩から動かしてるからそういう使い方になっちゃうんですけど、肩甲骨から腕を回すことができると肘を立てることができるんですね。で、それって肘を立てるっていうのは、細かい言い方をすると、こう最初の書き始め
の部分は前腕だけ動かす。でその後に腕全体を後ろに引っ張っていって最後かき切るっていう動きができるようになってくるんですけど、この最初のかき始めの前腕だけ動かすっていうのがそもそも肩甲骨をこう前に押し出す、頭側に押し出すっていう動きができないと肘を立てるっていうことができないので、まあその肩甲骨を前に押し出す動きができない方はもう最初から肘を引くことになってしまう。だからこういう動きになってしまうというわけです。まあちょっと難しいかな言い方は。そう、この方もちょっと肘が一番先に動いてるのが分かりますかね。私の動きだと最初に肘は動かないで、まあ、指先から動いていくんですけど、それがすごく大事なんですよね。もう一度私の映像を見ていきます。はい、こちらがねちょっと2ビートの映像なんですけど、最初肘は引けてないんですよね。ここでこうグッと立ってるのが分かりますかね。難しいかな。まあ、肘は動いてはいるんですけど、そのなんて言うんだろうな、視点になる部分って言えばいいのか分かんないけど、できるだけ最初肘はその位置から動かさずに立てる、上に持ってくるっていうイメージでやると肩甲骨がうまく使えるようになります。はい、ということで本日言いたかったのはとにかく肘から引かないということですね。これはクロールに限らずバタフライとか平泳ぎでも同じことが言えるので、ぜひ皆さんもイメージしてやってみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ぜひご自身の泳ぎ撮ってほしいっていう方はまだまだ募集、9月の撮影会受け付けておりますので概要欄からチェックをしてみてください。では最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。